今日は高野豆腐という皆さんが知らないでも実はね伝統的な食材を使います。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。高野豆腐って知ってますか？お豆腐を縛ってですね、冬に外に出しておくと凍る、そして昼間溶ける、夜凍る、昼間溶ける、これ繰り返すとなんとお豆腐がスポンジ状のこんなものになるという、ね、日本が昔から作っている伝統食材、なんと 100% 消化の悪い大豆がそのプロセスによって超消化が良くなって、冷える大豆が氷とお日様どっちも火なので、このエネルギーで陰性さが消えたっていうかね、冷えない、そして抗繊維でね消化のいい、もうスーパー食材、 100% 植物性タンパク質というね、これを使わない手はないということで、私はこれをですねこうハムのように使ってる。ハムって結構ね危険な食べ物にもう今なっちゃってるので、でこんな感じです。本当にお水につける前のスポンジみたいな感じなんだけど、これをお水に入れておくともう数分でこうやって柔らかくなります。でこうなったものを絞りますね。あんまりギューってやると壊れちゃうんで、壊れない程度にこう、でもここに水分が残ったままだとこう水がこう邪魔して味が入ってこないので、水分は全部スポンジから抜きます。柔らかくなったけど水分は入っていないという畑のお肉と昔から言われていた高野豆腐です。これと今日はね、えのきだけと小松菜、これを炒め合わせた美味しい料理を作ります。でこれをこんな風にしてですね、でこれを細切りにして、もう本当に千切りのハムみたいなのを作ります。美味しそうでしょ。新しい食材です。それから半分にします。ほぐしますね。上の方はねこうほぐれてるんだけど、最近意外とくっついてるので、えのきだけのいいのはね、もう最初から千切りになってるというね、便利でしょ。料理で一番大変なのって皮むくことと切ることなので、野菜を。でもつぶつぶね、私の料理ではほぼ野菜の皮はむかないし、そしてでも野菜は切るんですよ。切る切る切る、でも切らなくていい分ちょっとほぐして、未来食のハムと呼んでいる高野豆腐とえのきの線ね、2つの細いテクスチャーが絡んだ小松菜、どんな味になるのかな。ナッパってこう茹でなくてもね、本当にそのまま炒めると美味しいんだよね。なので小松菜って大根の仲間 で根っこって大根みたいに美味しいかと思うとね、小松菜の根っこだけはもうどうにも歯が立たないの で結構大きかったらこうやってここだけ硬いのでちょっと割って、そうするとここにあるゴミとかもよく見えるので、この状態でねあんまり汚れてたら振り洗いとかすればいいんですね。そしたら長さ揃えて同じような長さで削く。はい、準備できました。でこれすごく調味料もシンプルなので、ちょっとしたねこの高野豆腐もうねみんなやみつきになるよ。だって腐らないしさ、すごいめちゃくちゃ安いのよね。安くて最高栄養なのね、伝統で、みんなが食べないとなくなっちゃうので食べよう。もう青菜はカルシウムの宝庫、あと人間の体には葉緑素がとっても重要なのね。赤いヘモグロビンには葉緑素が生み出すので、みんなしっかり青菜食べよう。で青菜でもこの軸のところと葉っぱって全然違うテクスチャーだから、結局こう2種類しか入ってないけど3種類くらいの歯ごたえが楽しめるんだよね。コツはですね、この高野豆腐を入れない、こうやってスポンジだからもう味が全部入って、高野豆腐入れてから味付けするとみんな高野豆腐に味が入ってしまって高野豆腐だけしょっぱいになっちゃうので、先に味付けしちゃいます。お酒を2杯、醤油を大さじ1杯、でそこに高野豆腐入れて、そうするとちょうどこの高野豆腐に染みていくの、ちょうど美味しい旨味が、ね、青菜炒めだけだったらちょっと寂しいなと思うけど、この高野豆腐、えのき、この2つの千切り野菜が入ることでぐぐっと美味しくなります。そして高野豆腐も全然入ってなかったので、最後ちょっとこう青菜とかに含む、2回に分けて入れると後から入れたのがちょっと新鮮な醤油味、出来上がりです。さあできました。いただきます。高野豆腐がしょっぱすぎずね、青菜がちょうどいい炒め具合で、でえのきが絡んでる、こんな風にできたら正解です。うん、美味
しい美味しい美味しい。調味料ね、みんなずっと見てくれてる人は知ってると思うけど、ね、醤油しか入ってないとか塩しか入ってないとか、でもね毎回全く違う新鮮な美味しさなのね。で皆さん、高野豆腐未来食ではこれをね、ハム好きな人たちのために、ね、もう臭みのないハムだよって言ってお伝えしています。高野豆腐使ってみよう。これからねちょっとこれの応用編なんかもいっぱいお伝えしようと思っています。それでは今日はここまでです。さて次はね、ちょっと高野豆腐じゃないけど何しようかなということで、楽しみに。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。